8万人近い大観衆が勝負の時を待ちます。オルフェーブルは大外枠ですので最後のゲートインということになります。まず偶数番号がゲートに誘導されます。ウィンバシバリアションすでに入りました。内の方ビートブラックが入っています。そして春天皇賞連覇を狙うヒルノダムール、奇数番号もゲートに誘導されていきます。クレストグランド、そして当選上段が去年の秋の天皇賞馬、すんなりとゲートに収まります。ローズキングダム、そして最後に残りました一番人気、五冠を目指すオルフェーブル、ゆっくりとゲートに収まりました。さあスタート注目です。スタートしました。横一線綺麗なスタートになりました。オルフェーブルはここで横を見ながら後ろの方に下げていきます。14番とローズキングダムと並ぶような感じでオルフェーブル現在後ろから2番手で最初の第3コーナーの坂を上がっていきます。まずビートブラックが花を取って、さらにはナムラプレセント、この辺りも前の方、オルフェーブルは現在後ろから2投目です。一番後ろがローズキングダム、そしてその前がオルフェーブルと、さらに9番のコスモロビンといった形、その前にヒルノダムールがいます。最初の第3コーナーの坂を今上り切って坂を降りてくるところです。オルフェーブルは現在後ろから2投目、2投目から3投目といったところ、ピンクの帽子が後方から追走していきます。さあこの辺りで先手に立ったのは6番のゴールデンハインド、この辺りも先行客室で、この辺りがまず花を取りまして、最初のメインスタンド前に差し掛かってくるところです。オルフェーブルは現在後ろから3投目、一番人気のオルフェーブル、この辺りがしっかりと折り合いがついて、この馬群の後方からレースを進めています。オルフェーブル、このピンクの帽子、現在後ろから3投目、ゆったりとゆったりと1000馬先頭のタイム、1000馬60秒で通過していきます。先頭が6番のゴールデンハインド、そしてビートブラック、3番手ナムラプレセント、この辺りが前の方で縦一列になって競馬をして、その後7番のユニバーサルバンク、さらには10番の敬愛ドーソジンなどが続いて、最初のゴール板前はオルフェーブル、後ろから3投目で通過していきました。オルフェーブル後ろから3投目で最初のゴール板前を通過していきます。さあ第1コーナーのカーブに差し掛かっていきました。しっかりと折り合いがついていますが、この辺りで前の方とはかなりの差がつきました。かなりの差がついて、先頭はゴールデンハインド、大きな差をつけています。大きな差をつけています。そして追っているのは1番のビートブラック、そしてその後ろ少し空きまして3番のナムラプレセント追走、そしてその後4番手が7番のユニバーサルバンクといった体制です。2周目の向こう上面に入ってきました。2周目の向こう上面、その中間あたりを今通過していきます。オルフェーブルはこの辺りで少しずつ順位を上げてきているか。さあこの辺りでオルフェーブルはまだ集団の後ろだ。オルフェーブルはここにいました。オルフェーブルはここにいました。まだ後ろから2投目、まだ後ろから2投目、隣にコスモロビン、さらには前の方に12番のクレストグランド、この辺りもいます。さあ2回目の坂に差し掛かってきました。2回目の坂に差し掛かってきました。まだ先頭とはかなり差がある。オルフェーブルと先頭まではまだ20マシンぐらいあります。まだ20マシンぐらいある。さあ先頭は2頭がかなり飛ばしている。ビートブラックとゴールデンハインド、この辺り大きく飛ばしています。大きく飛ばしている。後続とはまだ十数マシンの差があります。第4コーナーのサッカーブに差し掛かってくる。さあこの辺りでオルフェーブル、池添健一の手が動いた。さあかなり前はかなり差がある。前はかなり差がある。さあ先頭はビートブラックか。ビートブラックが先頭、そして2番手はゴールデンハインド。オルフェーブル